辰野城は、現在の兵庫県辰野市辰野町上霞城にあたる、張馬国伊母群辰野にあった、日本の城跡である。別名、霞城。明王八年に、塩屋城の辰野赤松市、赤松村潮が辰野に鶏老山城を築いた。以後は、正秀、孝忠市、甲州と続いたが、天正五年に開城して、赤松市からと与富秀吉の手に渡り、 ハリマ平定後、姫路城を本拠として整備した秀吉は新たに、八塚正勝を置いた。江戸時代の万事元年に、京国講和の丸亀井店の際に破却されたが、漢文12年に、脇坂安政によって、辰野城が再建された。この際山頂の角は放棄され、山徳巨漢部のみの陣屋形式の城郭になった。現在の本丸御殿は1979年に、 再建されたものである。2011年11月には、立野商工会議所青年部の創設30周年を記念し、3日間限定で発泡スチロール製の天守が設置された。石垣の実が残っているが、五天、武具屋グラ、屋ミ渦見門が再建されている。このほか東門が、市内イボガー町の清酒井寺三門として、大手門が同じく、 伊ボ川町の元年次三門として、それぞれ移築され現存する。元年次三門は、市の有形文化財に指定されている。またどこの門かは定かではないが、市内伊ボ川町の後編次三門及び、伊ボ郡大使町、城明の連三寺三門が城門を移築したもので、あると伝わる。AB、陰年次の三門達の市公式 HP ハット。 角川日本地名大辞典28表五件突如出現純白の天使格安くて丈夫な素材です読売オンラインオリジナルの2013年8月28日時点におけるアーカイブ http コロンスラッシュスラッシュアーカイブ i ズスラッシュ evz dw2011 年11月26日閲覧辰野市公式ウェブ年間イベント 辰野市役所、2020年1月23日閲覧、ありがとうございます。